村長さんも、みーちゃんが？富竹さんと高野さんも、ミオンなのか？初めてご挨拶申し上げます。その先本家当主跡継ぎ、ミオンでございます。本日はようこそ、その先本家においでくださいました。当主お寮に代わりまして、皆様にご挨拶申し上げます。皆様におかれましては、いろいろお尋ねになりたいことがおありの様子。私にお話しできることでしたら、包み隠さずお話ししたいと存じます。本当に、何を尋ねてもいいんだな。知る限りをお話しいたしましょう。皆様もそれを望んでここにいらしたのでしょうから。どうしてこんなことを？その問いに対する答えは、少し長いものになります。それでもよろしければ、どうかご静聴いただきたく存じます。雛見沢村が、かつて鬼ヶ淵村と呼ばれていたことをご存知ですか？そうです。鬼ヶ淵村のご先祖様たちは、鬼の血を引く誇り高き仙人たちでした。麓の村々の人たちは、あがめ、そして敬いました。ですが、そういう空気も、徳川の世が終わるとともに廃れていきました。明治になり、古い歴史を持つ鬼ヶ淵村の名称は、一方的に雛見沢村に改められてしまいました。古い因習を一掃しようとする明治政府の思惑が強く働いたのだと聞かされています。
そういう時代の激変の中で、滝壺に落ちていく花びらのように、あっという間に鬼ヶ淵村は消えてしまったのです。この頃にはもう鬼ヶ淵村の不可侵性は失われていました。かつて仙人と崇められた村人たちは否認扱いを受け、神聖な鬼ヶ淵村はいつの間にか疫病患者の隔離集落の慣れの果てであるという根も葉もないレッテルを貼られ、苦難の時代を迎えることになったのでした。裁判も起こしました。出身の問題は離婚する重要な理由にはなり得ないと訴えて、でも敗訴しました。出身の虚偽は結婚の上での重大な詐称行為にあたるのだそうで。ひどいね、そんなの。まあ、自業自得と言えないこともないのかもしれません。私たちのご先祖様は、自分たちに鬼の血が流れていることを誇りに思い、自慢し、麓の人々を蔑んで暮らしてきたのですからね。その神秘性で、麓の村人たちを怖がらせ、衣服と貢ぎ物の献上を要求してきたのですから。太平洋戦争中は国民一丸のスローガンが流れながらも、雛見沢村の人々はさまざまな差別を受け続けました。数え出したらキリがないくらい夫や息子を戦場に送り出し、銃後の女たちも心がすさんでいたのでしょうね。当時をよく覚えている祖母は、それは苦しい時代だったと回想しています。多数の男手を失った雛見沢にも、ようやく父や夫、息子たちが戻ってまいりました。もちろん、帰らぬ者も多かった。それでも、男手がなく村を維持することにすら限界をきたしていた雛見沢にとって、それはとても喜ばしいことでした。
廃村寸前だった雛見沢をもう一度立て直そう。そういう機運が高まり、村人たちは村を少しでも豊かにするために働き始めました。僧兵は中国大陸に出兵し、ハルピンで食料倉庫の管理をしていたといい、撤退時に上官や仲間たちと共謀して軍の缶詰をごっそりと盗み出していたのでした。それを瀬戸内海某所に隠し、闇市で高値で売りさばいて大きな富を得たのです。廃れた雛見沢を復興させよう。村人すべては家族であり、この富は共有の財産である。現当主である祖母はそう宣言しました。この大きな富はその後の雛見沢の復興の大きな力となったのです。もちろん闇市で財を成したことを妬む人たちも大勢いましたが、もう村人は気にしなかった。その活躍の中心人物が兄ちゃんのおばあちゃんなんだね。すごいよね、大活躍。ですが昭和30年頃にまたしても逆風が吹き始めます。それが缶詰疑惑でした。祖父園崎宗平の上官だったと名乗る男が告白したのです。彼の調達した缶詰は実は食材を用いたものではなかったのだと。
総兵がいた部隊はより現実的で温情的な研究をしていました。それは戦地での困難な食料調達に関する具体的な手法の研究でした。戦場で一番入手しやすいタンパク源は何だと思います？そう、彼らは通常は食しないものを食材として扱う方法を研究していたのです。彼らは時には敵の、時には望まぬ食物をハンデでも戦い抜くことが国に報いる究極の方針になる、そういう教義を大真面目に組み上げていったのです。滑稽な話ですね。祖父を過去のことで蔑んでおきながら、自分たちはさらにその上を行っていたのですから。祖父はいつも思っていたそうです。たとえ世間の噂がどうあれ、彼らはそれよりもはるかに醜い鬼なんだと。だからいくら蔑まれたってちっとも答えないと。お腹を空かせた前線の兵隊さんにはどの試作品もとても好評だったそうです。中でも醤油で煮たすき焼き風のものが一番好評だったそうで。もうやめてよみーちゃん、気分が悪くなってきた。じゃあ、そのミオンのじいさんが持ち帰ったという缶詰は？真偽は分かりません。晩年まで総兵は世間の風評を否定し続けました。ですが雛見沢の急激な復興を妬む人々はその疑惑を真実のように面白おかしく書き立て、村人をまたしても蔑み始めたのです。また子供たちが囃し立てられ、石を投げつけられる時代に戻ってしまったのです。当主である祖母はある時村の子供たちにこう言いました。二人に石を投げられたら四人で石を、八人に棒で追われたら十六人で追い返し、30人に中傷されたなら60人で怒鳴り返せと。1000人に襲われたなら雛見沢の全員で立ち向かいなさいと。それは決起を促す劇のようですらありました。祖母は園崎本家当主としてだけでなく、雛見沢の母太郎として立ち上がったのです。
ケイちゃんも町で不良に絡まれた時、たくさんの人たちに助けられたのを思い出しませんか？祖母が戦い、両親がそれを引き継ぎ、ようやく雛見沢にも平和が戻った。もっともその平和もとても薄い皮の上に乗ったものです。この百年の歴史を見れば、今の平穏など揺れ返す天秤のたまたまの狭間としか言えないでしょう。どうして？どうしてみんなで仲良く暮らし合えないんだよ。高野さんに聞いたお社様の昔話はどうなったんだよ。おとぎ話です。人と鬼は実在しても、それを調停するお社様は実在しなかったということです。それでお社様のたたりを起こすことになったの？雛見沢村を再び鬼ヶ淵村のように、崇められるに足る神聖な存在に。それが我ら鬼ヶ淵村の末裔の悲願であり、その先本家の鬼を継ぐ者の宿命なのです。鬼を継ぐ者？我がその先本家は代々当主の名に鬼の一字を加える習慣があるのです。私の名前を手のひらにでも書いていただければ一目瞭然かと。名前だけではありませんよ。この体にも鬼が刻まれているのです。いいよみーちゃん、見せる必要なんて全然ない。ありがとう。この5年間の連続事件ね、私が直接関わったものもあるし、間接的に関わったものもある。いくつかは園崎家だけでなく、他の御三家の君吉家や古出家が関わっているものもあるけど、その全ての中心に私がいたと思う。私は自分のしたことには信念を持ってるし、罪の意識などまるでない。あるとすれば、私の後継ぎも決まらないうちに舞台を退かねばならないことくらいかな。私を捕まえて、それで法治国家の体裁が整うなら、それも時代の流れかなって。この百年で一番平和な雛見沢を見ながら引退できるのは、ひょっとすると歴代の園崎家の当主で一番の幸せなのかもしれないし。